昭和12年に始まった品事変は昭和13年の夏になるとますます激しさを加えてきて、町から村から出征していく兵隊さんは次第に増えていきましたね。これは品事変1年目の国内の有様を伝えるフィルムなんですが、政府は昭和12年の9月に国民精神総動員の大号令、何が何でも頑張れと挙国一致の戦争体制を敷いて、また国防献金は国民の大切なお務めの一つでしたね。いざ行け強者日本だ。愛する彼に千人針を送ろうなんてんで、街頭で千人針を持つご婦人方の姿が目についたもんです。そして慰問袋、はじめは自発的に送っていたんですが、しまいには割り当てせ、婦人会のおばさんたちも一生懸命でした。慰問袋用の品物なんてのもデパートあたりで売ってました。勤労奉仕なんてのもあって、国策協力、滅私奉公、15は私たちの手で守りましょうってんで、みんな頑張ったもんでしたね。廃物利用なんてのが盛んになったのもその頃でしたよ。贅沢は敵だってんで、派手な着物も地味な色に染め替えて苦労しました。しかし何と言っても辛い思いをしたのは、出世兵士を送り出したルス家族。一家の働き手がなくなったんで大弱り。そこでみんなで手助けをしましょう。こういうのが美談として毎日のように新聞に取り上げられていましたっけ。ご主人を戦地に送り出して、お国のために、聖戦完遂のためにとけなげに言うものの、やはり一家団らん、平和な楽しい家庭を待ち望んでいたんですね。